森田隆史君。最後であります森田です。NHK の予算の審議の際にも少し触れさせていただいたんですが、地上波デジタル放送の日本方式の海外展開から伺いたいと思います。2月26日に南アフリカというかアフリカ大陸で初めてボツワナ共和国において日本方式の採用が本決まりになりました。で、ここに至るまでの道のりは本当に長いものがありましたし、関係者の努力に敬意を表したいと思いますが、立花政務官は4月にボツワナ、アンゴラを歴訪されて、またその議論を深めたり、具体的な展望をお持ちになったと思いますので、いくつか伺いたいと思うんですが、自分も政務官いらしてもらったときには、南部アフリカではアンゴラに2回、ボツワナ、モザンビークなど行かせていただきました。で、片道30時間かかるんですよね、香港やヨハネスブルグで乗り継いで、で、肉体的にもハードですし、これは政務官だけがハードではなくて、NHK の方とか、総務省の職員ももちろん、あとはデジタル放送関連の業者の方々もですね、サプライヤーの方たちも本当に通関なりですね、荷物がなくなったりですね、法外のことを要求されたり、そういうことをしながら苦労されて、何年間も足に通ってようやく片目が開いたという状況なんで、素晴らしいことだと思っているんです。そういう中で立花政務官今回行かれまして、手応えとか今後の展望とか、あるいは課題、どんなふうにお考えかお聞かせいただきたいと思います。立花総務大臣政務官。ただいま森田議員からご質問があったわけですが、私の前任の森田政務官時代にですね、今お話しされましたように、アンゴラ、モザンビーク、ボツワナ、何度も通っていただいて、そして私も非常に今回思いを新たにしたのですが、総務省の職員の方、NHK の方々、みんなが本当に熱心に、この南米に続いて、このアフリカ、南部アフリカ地域で、こういった地デジの日本方式、これを採用を働きかけてこられたと、これ本当に大変、もうそういう取り組みが積み重ねられているからこそ、今回2月26日、ボツワナで初めてこれ採用ということに決まったものと、改めて私からもお礼を申し上げたいと、このように思うわけであります。ぜひこれを契機に、ボツワナの周辺の国々に働きかけを強化いたしまして、日本方式関連の市場を拡大をしていくということが大事だろうと思っております。そして、この日本方式の利点というのは、電力事情が悪い地域でも、携帯の端末で放送受信が可能な湾線放送など、こういったことができると、あるいはデータ通信ができると、こういう日本方式の優れた点がございますので、こういったことを大いにアピールをしていきたいと思っております。それと合わせて、ボツワナでせっかく採択をいただきましたので、これが円滑に地デジ移行ということになっていきますように、技術協力、あるいは人材育成等の支援に力を入れて、いわば周辺の国に対するショーケースという形になるように、日本方式採用のメリットを感じていただけるように努力をしていきたいと思っております。合わせて、アンゴラ、モザンビークはポルトガル語圏でありますので、日泊方式ということで、ブラジルとも一緒に仲良く頑張ってまいりたいと思っております。よろしくお願いします。森田隆史君。ありがとうございます。自分が、与党からゲアするときに、本当に一つだけ嬉しかったのは、同じ富山県の選出議員であられます立花先生が、もう自分の仕事を全くそのまま引き継いでいただいたということが、本当に何者に代え難い今喜びがあったわけですが、今時のアフリカ遠征におかれましても、富山が生んだ漫画家の藤子不二雄さんのドラえもんのキャラクターを持っていかれて、ソフトコンテンツにももういち早くもう取り組まれているお姿なんかも拝見して心強く思っておりますので、ぜひお体に気をつけて頑張っていただきたいと思っております。で、大臣、やっぱりこういったものってのは、主権であれ、領土問題であれ、先ほど議論がありました憲法であれ、経済問題であれ、国際社会の、日本のプレゼンスということが言われて久しいわけですが、黙っていて国際世論がついてくる時代ではもうないと。で、その中でもちろんメディア戦略は大事ですが、我が国は、我が国の対抗勢力が逆立ちしても持てないような技術力を持っていて、放送方式というやはりメディアの根幹にタッチできる、そういう圧倒的な強みを持っているわけですね。で、同時に、日本方式はまず南米に広がっていった。で、南米と日本連合になってアフリカに西から行く。そして同時にアジア、島しょ国をまず日本が攻略していって、モルジブ、あるいはスリランカというものを通じてアフリカを東側からも包囲する。そうやって、まさに海洋国家の地政学的戦略において、これは放送だけではなくて、全くこれはもう教科書通りというか、
いい順序立てな展開だと私は思っております。で、新藤大臣はモルジブあるいはスリランカに非常に強いご人脈をお持ちですから、これからアジア投資国をしっかり固めて、同時にアフリカをまずボツワナが今攻略できたわけですから、続いてアンゴラ、そしてポルトガル語圏全体というふうに展望できるというような状況を作っていただきたいと思っておりますが、大臣のご決意をいただければと思います。新藤総務大臣、まずご質問にお答えする前に、先ほどのですね、水岡議員のこの宇宙公務員の給与削減及び防災減災事業、地域の元気づくり事業が経済に与える影響、このご質問に対しまして私の方からこの水岡議員にこの永久額を定量的に計算することが難しいという旨の説明とともに資料をお渡ししたということを申し上げました。私としては同じ資料を持っている思いで申し上げたんでありますが、また別の資料があるというように誤解を与えられたのだとすれば、これは私の本意でもありませんので、ぜひそういったことでご理解を賜りたいと、このように思います。それから今の地デジの方式でありますが、これは私はですね、日本のプレゼンスを高めるとともに我々の産業をやはりこの海外展開していく上で非常に有効なツールだと、このように思っております。ですので昨日もですね、官邸において今安倍政権では経済協力と、それからインフラ輸出、それから日本の企業の進出、これをですね、セットにして取り組もうではないか、戦略的な取り組みが必要だということで、その具体的な方策を議論したばかりであります。委員がいろいろ開拓していただいたところ、そういったところも含めてですね、私たちとしてはこの日本のですね、プレゼンスを高める、また日本の優れた方式を世界に展開するための努力を戦略的に行っていきたいと、このように考えております。森田隆君、新藤大臣が今総務大臣をされているということはある意味天命かもしれません。ご自身のご人脈もしっかり生かして、アジア投資国そしてアフリカ頑張っていただきたいと思います。最後に EHR 電子カルテのネットワーク化関連の質問をさせてもらいます。3月25日の一般の質問でメガバンクの関係とかですね、質問させてもらって、その際は新藤大臣からもオールジャパンでやるんだという強い決意をいただきました。大変ありがたい次第です。で、その際にはぜひ今回自分からも申し上げたいんですが、昨今の日本版NIH とかですね、競争力強化あるいは薬創薬医療機器というのは当然大事なことだし必要なことなんですが、ただ少し聞いていて心配になるのは上そびりしないかなっていうやっぱり怖さもあって、というのは医療現場とかそのユーザー患者さんの目から見てそればっかり言っていてもちょっと現実離れしている部分もあるのかなというふうには思います。もう言うまでもなく日本は医師不足だし看護師も大変だし、いろんなやっぱり高齢化社会が進む中で、あるいは医療が高度化する中で、非常にやっぱり医療そのものの供給を続けるということが大変な時代になっている。そのことをぜひ頭に置いて、そういうことも含めたEHR メガバンクっていうものを、メディカルメガバンクっていうものを作ってもらいたいなと。でつまりこれからやっぱり高齢化社会が進めば進むほど段階の世代は200何十万人生まれてるわけですよね。今120万人年間の見取りは、だけど相場あと10年経つと年間見取りが200万人いくかもしれない。そういう時代ですから、もちろん病院のベッドは増えない、在宅見取りも必要になってくる。その際のプレイヤーは誰かって言ったら、訪問看護から訪問リハから訪問介護から訪問調剤から訪問医療のお医者さんから、もうプレイヤーがもういろんなのがもう出たり入ったり出たり入ったりしてやってる、それこそがまず情報の一元化ってことが必要になってくるんで、そこで使い勝手のいいメディカルメガバンクをオールジャパンで作ってほしいというのが医療人としての、自分も含めた思いだと思いますので、ぜひそういった観点も含めてやっていただきたいということで、立花政務官から、大臣からでもいいですか。はい、よろしくお願いします。新藤大臣、極めて重要な問題だと思います。で、大切なことはグランドデザインを描くことだと思うんですね。この医療だけではなくて、これから国民情報をいかに基盤を共有化して、しかも大高速大容量で、通常においては利便性、緊急時においてはその命を救う、こういった形をですね、いかに構築していくかであると思います。まずは基盤を作り、それをどのように使っていくかというグランドデザインをですね、しっかり議論しながら、そしてそれが全国展開できるように、それは我々総務省がですね、その基盤を作れるわけでありますので、庁内においてそういった研究も進めておりますが、ご提言も踏まえながら進めてまいりたいと、このように考えます。立花
政務官よろしいですか。どうぞご発言してください。はい、新藤大臣が今おっしゃった通りなんですけれども、森田議員のご質問に即してもう少しお話をするとすれば、私も地域の医療現場というのを市の立場で見てきた人間でもあります。やっぱりこの電子カルテ、そしてそういったものを生かしてですね、医療現場あるいは介護現場とこういったものが連携をしていくと、あるいは医師不足の地域においては遠隔医療というような形で画像診断なんかにも電子カルテは使えるということも実際現場も見せていただいて痛感するところであります。委員の方で、森田委員の方でよくご存知の、広島県尾道のような事例のようにですね、病院診療所、薬局、介護施設間で診療調剤、介護にかかる情報の共有を進めて、患者の在宅ケアへの早期移行や重複検査の削減等の成果を見ているという事例もございますし、またこの東日本大震災で非常にご苦労のあった宮城県地域を中心に東北メディカルメガバンク計画というような形でクラウド技術を活用して医療健康情報を広域医療圏で共有するための連携基盤構築も進めているところであります。今総務省として新藤大臣の下のこの ICT 成長戦略を打ち立てるための8つの会議の一つ ICT 超高齢社会構想会議におきまして、先だってスマートプラチナ社会という銘打った提言をしたわけですけれども、ここでこの EHR 医療情報連携基盤というものを全国的に展開していくんだと、全国的にそういったもので日本という国を覆っていくんだということを提言をいただいたところであります。ぜひ厚生労働省さん関係省庁ともともに地域実証による点の成果を面へ広げるという形で頑張ってまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。もう時間がプラス一言、じゃあ森田隆さん。国の競争力を強めること一つ、国民の尊厳を持った形で見取る、そのためにもやはり ICT 大事ですということを含めてお願いします。ありがとうございました。以上をもちまして、平成25年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中内閣所管のうち人事院、公害等調査委員会を除く総務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。なお委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。